二振りほどの塩をかけた塩バナナ。実際に食べてみると、おお、えっ、うん、またまた、あ、でも私悪くないと思います。おお、あの癖になる香り、そう、甘酸っぱい、もう非常用というふうに考えてるので、はい、熱中症対策のグループとしてね、あ、飲んでもらえばいい、まあ、塩ってなかなか取りづらいですから、あの塩を取りやすくするためにバナナで取る、そうすると、まあ、バナナに含まれるカリウムとかマグネシウムを取れるということで一石二鳥です。で、他のフルーツよりもそういうものが入っていますので、覚えておくといいと思います。